はい、おはようございます。今日もアオリイカを狙って油壺にやってまいりました。前回はフッキングが甘くて大きなアオリイカを一杯ばらしてしまいました。今日は乗ってからのシミュレーションをしっかりとしてきました。今日もキロオーバー狙って頑張ります。さてどうなりますでしょうか。さあ熊転び坂を降りていきます。ああ雨が降ってましたが今はかなり小雨になってきました。海は凪のようですね。今日は帰り道この坂は足軽やかになりますでしょうか。はい、横堀海岸まで降りてきました。もうボート屋さんは来てますね。おはようございます。あ、雨も上がってよかったです。うん、6月7日アオリイカ 2.8kg、 1.2kg、 大きいのが上がってますね。あとは6月の5日アオリイカ5杯、すごいですね。マックス 1.3kg、 素晴らしいです。今年は期待できますね。いつまでやられてるの？あ、ずっとやってます。12月いっぱい？1月が、平日がお休みになってしまいます。もう平日お休みで土日、祭日だけ。1月だけ、うん、で2月から通常にまた戻ってます。あ、本当に？前は3月とか。そうだよね、変わったんですね。はい、ありがとうございます。はい、行ってきます。あ、さっきは雨降ってましたけどね、晴れてきましたね。良かったです。海も凪状態です。アオリの気配がプンプンしますけどね。昨日一昨日相当人が入ってます。土曜日は30隻以上、昨日は20隻ほどボートが出たようです。まあ相当アオリも取られてますね。まあ一杯取れればよしとしましょう。今日も頑張ります。今日はまず八木瀬のところから探ってみたいと思います。はい、八木瀬手前のポイントに着きました。水深6メートルから8メートルです。ここを探ってみたいと思います。おお、来てる。
でかいぞ。よいしょ、フッキング、よいしょ。これはでかい。ラインが出る出る。おお、突っ込む突っ込む。やりました。これはでかい。どんだけあんのこれ。1.5 キロ。2キロ近いぞ。1.5 キロあるぞ。でかい。やりました。1800ぐらいあるかな。後で測ってみましょう。11時になりました。岬先端の方に移動します。来たか、根がかりか、根がかりか。しゃ、来たか。おお、来た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 。おー、きた、フッキング。おー、見えてきた。慎重に慎重に。やったぜ。危なかったな。火にかけられるとこだった。やりました。これもキロオーバーでしょう。1200か1300あるね。よっしゃ。
2杯目やりましたね。メスですね。今日は一段しゃくりを入れた後でちょんちょんとちっちゃなしゃくりを2回入れて6秒ステイ、この繰り返しで2杯取ることができました。ちょんちょん、ちょんちょん。はい、ただいま2時30分を回りました。起き上がりの時間です。今日は午前10時とお昼12時にキロオーバーのアオリイカを2杯取ることができました。ラッキーでした。また次回パタパタを使った省エネ調法でキロオーバーのアオリイカを狙ってみたいと思います。それでは皆様またお会いしましょう。さようなら。今日の帰り道、足取り軽やかです。うん、見せてあげるからね。見せて、どんなのだ。ちょっと待ってね。高級イカだからね。高級イカ、大きいんだってね。大きい、高いんだよね、これ買うと。そう、見せてあげるけど腰抜かさないでね。え、腰抜かさないでね、でかいからふ2つ取れたの。あ、そう、1つ大きいわ、でかいでしょ。あれだからね、もう一匹も同じぐらい。同じぐらい。あら、すごいわ。でかいよ。ゼラニウムも入ってますね。先週よりアジサイの数多くなったかしらね。もう少しで満開ですね。ここのアジサイ楽しみなんですよね。